2004年夏、アテネで歴史に名を刻んだ男はその瞬間静かに天を見つめた。野村忠宏金メダル。両手を挙げた野村。忠宏野村。三度コールされるこの名前、60キロ級最強の証。オリンピック3連覇。かつて柔道界で誰も成し得なかったその頂に立った時、彼は何を見たのだろうか。若さで勝ったアトランタ、技で制したシドニー、そしてアテネ。全身全霊をかけて挑んだ男の戦いがそこにあった。去年7月、海外合宿に参加した野村はアテネを訪れた。1年後に迫ったオリンピック。しかし野村にはこの地で戦う自分の姿がまだ見えなかった。まあね、特にだからこう組む時っていうのが下の3本に力かかるんですよね。だから今でもこの3本の指のが割れるんですよね、すぐに。野村は今年30歳を迎える。25歳が選手のピークと言われる柔道。中でも野村のように体重の軽いクラスは動きが速く消耗も激しいため選手寿命が短い。このデータは野村の体がどれくらい疲れているのかを調べたものである。一般的な成人男性の疲労度がおよそ150。野村はなんと人より10倍以上もの疲労を抱えているのだ。小皿いる？いや、いい。4年前、シドニーオリンピックが終わった後、野村は交際していた陽子さんと結婚し、1年間アメリカに渡った。オリンピック終わってしばらくはすごい忙しくて、やっとホッとできるなってなった時に、これからどうするんやっていう、現役すんのか、そこにやっぱりしんどさを感じたんですよね。現役を引退している可能性はあったと思いますよ。今後のことは特に決めないまま、野村は柔道と離れた普通の暮らしを楽しんだ。ゲームで遊んだりとか、トランプして遊んだりとか、もう本当にもう何も考えない生活をずっと送ってましたね。これまで味わったことのない解放された生活。しかし1年が過ぎ、日本に帰る日が近づいてきた。まあ現役戻ってくるかどうかっていうのを、悩んでた自分の中で、必死になってもう一回真剣にしたい、って思うのがやっぱり柔道の現役選手、それしかなかったんですよね。もうその考えた時に、帰国した野村は母校の天理大学で1年ぶりに稽古を再開した。目標は
遠くにぼんやりと見えるオリンピック3連覇。久しぶりの稽古、体は正直だった。いやー疲れるわ俺。シドニーから2年ぶりとなる野村の復帰戦、金メダリストの華麗な復活を誰もが期待した。野村、10年ぶりの一本負け。1年のブランク、稽古を再開してわずか5ヶ月。しかしそれは言い訳に過ぎないと恩師細川は指摘した。負けてもそんな悔しそうでもなかったですしね、ニヤニヤしてたりというようなことで、本当に復帰してオリンピック3連覇を目指すのかっていうところが私には見えなかったですね。勝負に対する執念ですね。はい、そこが一番落ちたなと思いました。一度頂点を見た者の苦しみが今まさに始まろうとしていた。去年3月、オリンピックのメダリストなど誰一人出ていない小さな大会に野村の姿があった。どんな大会でもいい、とにかく優勝したい、そう言って試合に臨んだ。しかしこのレベルの大会でまたも一本負け。やっぱその気持ちの中でこのまま頑張ってもオリンピックっていうのは見えてくるんかなとか、もう一回その長い期間休んでてもう一回やろうってまあ決めたんですけど、その選択は正解やったんかなとか、いろいろそのそういったそのネガティブな考えっていうのもやっぱり頭をよぎる時もあるし、もう後戻りはできない。自分で選んだ現役復帰への道、野村にはこの道しかなかった。